環境南道は日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つ。現在の朝鮮民主主義人民共和国の環境、南道と関温度の一部、両行動を合わせた地域にあたる。道庁は観光に置かれた。朝鮮の東北部、環境道地方の西南側にあたり、東北に、環境北道、南に、関温度、南西に、公海道、西に、平安南道。 平安北道に接する。北には、応力工場流部を隔てて、満州と隣接する。最北端に、白桃山を要する。道の北部は、二馬高原が広がる。1930年代以降、大規模なダム建設による、電力資源開発と、沿海部の工業化が進められた。昭和11年厳重孤口調査より、昭和20年当時1919 19年8月。 以前は、環境南道長官。昭和16年当時昭和16年当時昭和2年当時、大正4年当時昭和16年当時昭和16年、当時昭和1六年当時昭和十7年当時昭和11年の、平時編成昭和20年の路線昭和2年当時、昭和6年当時道内に本社を有する、資本金50万円以上の企業である昭和20年8月。 当時昭和16年当時この時代に生まれ育つか、または活躍したものを掲載。ありがとうございます。